こちらは、試合時間2分中の4分の1、つまり30秒のみ行動して、勝利しようという趣旨の動画です。アイスガンや縮小爆雷装備機が出場していますね。少ない行動時間なのに邪魔されそうで心配です。まずは試合の邪魔をしないように、端っこに置きましょう。あとはもう、残り時間30秒を切るまで、ずっとこのままです。何をされても無抵抗ですが、この待ち時間に周りの音を聞いて、戦局がどうなっているのか、イメージしておくことが大事です。ナーフ砲を取って使ったり、アイスガンが炸裂したり、ターボで加速していますねー。ふむふむ。ナーフ砲は試合開始30秒ごと、それを取った1分後、1試合に2度、所定の位置に出現します。なので、1度目のナーフ砲出現後、すぐに誰かが取っていると、試合時間残り30秒と2度目のナーフ砲が被るので、ナーフ砲で返り討ちに遭わないように注意が必要です。そうこう言っているうちに、残り30秒を切ったので、ぼちぼち追い上げていきましょう。一つ目はターボですね。最寄りの壁に当ててターボ消しをして、時間節約です。やっぱりマッスルカーは、強化爆雷と三連フライパン、特異武器を2つ装備できる機体なので、信頼できますねー。まあブロンズリーグの雑魚相手になら、30秒あればたくさんでしょう。ご視聴ありがとうございました。